というわけでね、今日もテトリス99の連勝企画をやっていこうかなと思います。まずはステータスを見ていきましょう。こんな感じですね。前回の、配信に引き続き、505戦やって、470回1位取っております。まあ、勝率 93% ぐらいか、まあ、言ってるんでね、このね、あの勝率を維持しながら、99連勝目指してやっていきたいと思います。前回ね、10連勝中で終わってるんですよ。なので、10連勝中から、カウントしていきたいと思います。よし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 、頑張っていくか今日は。さあ、一瞬でしてマッチングしていく。右側も埋まってしっかり全部マッチングと。まずはとどめ打ち、とどめ打ちを忘れずに、まあ、ちょっとね、あの相手のね、強さ力量も測りながら、まあ、どの人が強そうかなとか、そういうのを観察しながらね、しっかりやっていこう。でよし、しっかりとどめ打ちにして、オッケー。さあ、しっかりパーフェクト取って、おい、まずはパーフェクトクリア。出だしのパーフェクトクリア、なんかかっこいいね。先読みしといて、T スピンダブル、T スピンダブルから T スピンダブルで、まあ、どんどん T スピン作っていきましょう。どんどん T スピン。T で、付け合わせといて、テトリスを振る。で、T スピンダブル。STSE で行こうかな。STSE で T スピンダブルから、ここでさらにトリニティの形。トリニティ。はいと。T スピンダブルから STSE の形になる。まあ、トリニティというね、かなり美しいテンプレの一つ。シングルからテトリス打っといて、どうしよっかな、これ。まあ、積み込みでいくか。ちょっと積み込みしといて。はい。まあ、今の1ラインとか地味にあんまり受けたくないんで。まあ、しっかり総裁を当てときながら、からテトリスでしっかり1人刺さって、まだ 25% にはなってないか。とりあえず 25% にはなってはいませんが、まあ、バッチはちょっと増えましたね。で、ここでエルミノの屋根で T スピンダーブル。もう一回 TSD。で、ここでちょっと積み込みに切り替えようかな。少しだけ積んで。やっぱりね、結構言ってますけど、T スピンは上部でやる方が回転率も上がって強くなるんで、ね、ソフトドロップが入る分、回転率というか、やっぱり上の方向の方がね、ソフトドロップの回数が少なくなりますから。なんで、できる限り、こういうね、上部で T スピンは強くなると。はい。2人狙って3人。どうしようかな。まあ、とりあえず、この道でいいかな。とりあえず、この道で良さそうっすね。あ、もっと狙われたらカウンターにしようかなと思ったけど。まあ、今1人なんで。とりあえず大丈夫。こうして。はい、と。積んで、大身ので屋根つけて、T スピンダーブル。テトリス、TSD。もうどんどん火力で。もう究極火力で。って言おうとしたところにちょっと大身のミスりましたが、まあ大身の入れて、ジェミの入れて、しっかり整地させておいて。こうして、欄干でいこうかな。欄干でこう T スピンシングルにしてから、こうダブルにしとこう。その方がなんだかんだ地形が良くなりそうなんで。しっかり T スピン。T スピンの屋根の付け方も考えていくと。これはですね、ちょっと T ミノで屋根つけると形あんまり良くならないんで、ここはちょっと別のミノで屋根をつけていって、この後に繋ぎやすい形を維持しておく。さあ、とどめ打ちのまま、残り50人まで行きましたが、残り50人まで行ったけど、とりあえずは、まあ 25% の半分ぐらい。まあ、50になりかけの25なんで。まあ、悪くはなさそうっすね。今しっかり 50% になったんで。まあ、ペース的には悪くはなさそう。で、結構今撃墜相手倒すことできたんで。まあ、50以上いきましたね。ね、ここでこうして。で、大身のでドネイトの T スピンダーブル。まあ、ドネイトはね、下穴を埋めて T スピンダーブルをすることです。下穴を埋めて T スピンを組んで、で、火力を作っていくことをドネイトと言いますと。さあ、こうして。
TSD、T スピンダブル。マスカって大丈夫でしょ？全然積み込める余裕あるんで。大丈夫だと判断して、しっかり積んで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 、地形良くして T スピンダブル。どん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  T スピン、おっと、これちょっとミスだな。こっち埋めるの忘れてた。ほら、あゆみの位置を取っといて。まあ今のってそのあゆみの消費して T スピンダブルにすることもできたんですけど、まあ、やっぱり、あゆみのどうしても消費してしまうとね、一瞬だけ隙ができてしまうんで、まあ、ちょっとそこら辺も考慮すると、まあ、ちょっとシングルで妥協しといて、あゆみの保持しておくことが重要。特に終盤戦はああいうのが本当に重要になってきて、まあ、どうしても、あゆみの消費しちゃうとね、その、打った瞬間に攻撃が来て、まあ、貫通とかしてしまうと、隙ができてしまうんで、本当にあゆみの保持は重要です。で、ここでトリニティ。トリニティで、T スピンダブルから STS に対して、やっぱトリニティね、美しいですね。形というか、なんか、黄身のがなんかすごい、なんかまどろっこしく動いてる感じがなんか美しい感じがある。さあ、こうしてこうしてこうして、ティーピンダブル。TSD、TSD。まあ、TSD とかずっと言ってるけど、これは T スピンダブルの略なんで。T スピンダブルが TSD。T スピンシングルが TSS。T スピントリプルが TSD と。まあ、ずっと俺訳してると思うんだけど。それの略です。さあ、ここも TSD。T スピンダブル。押して、空中で T スピン作ろうかな。空中というか、STMB ケーブ。STMB ケーブして、で、これちょっとタワー対戦。TSD タワー対戦。これで中開けの TSD タワー。T スピントリプル、T スピントリプルと。OK、100%のあたりにとりあえずカウンターしていきましょう。カウンターにしておいて、STSD。これはもうカウンター一択っすね。てんてん。てん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 。で、もう、どん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 火力耐性。はい。はいはいはい。T スピンダブル。で、ちょっと一回これ、搭載外れると嫌なんです。あーっと、ミスった。一回ね、T スピンを搭載当てようと思ったんですけど、ちょっとミスってしまいました。冷静に掘ってて。一回相手の攻撃に合わせて T スピンやって、で、もう一回 T スピンを打とうとしたんですけど、まあ、少しミスってしまったと。T スピンダブル、T スピンダブル、T スピンダブル。まあ、バッチリは有利なんで、焦ることは一切ない、これ。しっかり手取り吸って、もう一回手取り吸って、こうだな。これで T スピンダブル。オッケーオッケーオッケー。まあ、できればね、ダブルダガー、トリプルダガー的なものを打ち切りたかったですけども、まあ、なんとか、しっかり、置きミスを、まあ、大身の突っ込んじゃったかな、確か。大スピンしようとしたのか、大身の突っ込んでしまったんですけど、あそこをね、しっかり削ってて、リカバリして、なんとか逆転していくと。あの瞬間にめちゃくちゃ攻撃来たら、かなり掘りが上手くないと、あれだったかもしれないけど、まあ、なんとかね、しっかり、まあ、あれをリカバリしてしまうんですよね、これがやはり。よしよし、今のところはまずは純ちゃん。まず最初の一戦目は非常に純ちゃんで、勝ちをもぎ取っていきました。これ11連勝中ですね。ちょっと一回一回カウントしとこう。一回一回カウントしかないと。前回、例えばカウント間違ってたんで、しっかりカウントもしていきます。さて、まずはとどめ1。まずはとどめ1にしといて、パフェ済みかな。これもパフェ済みでパフェ取れる。最初の一戦目は確かパフェ済みでパフェ取れたんです。なんか気持ちいいですね、パフェはやっぱり。パーフェクトクリアは気持ちがいい。あ、ちょっと置きミスった。なるほどね。そういう置きミスか。ここ一回削って、ここも一回削って、ティースピンにしよう。オッケーオッケー。まあ、悪くはないリカバリですね。ティースピンダブル。で、こうちょっと積み込めるんで、積み込んでおいて、ケートリスを送る。ティースピンダブル。うん、まあ、まだそんなに狙われてはいないので、とりあえずは、このまま。このまま、平常運転で。おっと、これちょっと、こっち埋まってない。こうして、STSD、T スピン、シングルから行こうかな。シングルからこれ、Z ミに置いて、こう、テトリスにしていく形。で、ちょっと、総裁。あんまり攻撃受けたくないんで、しっかり総裁当てながら。ST 済みで行こう。こうして、この、ね、なんつうか。
S 済みの、こう、半永久的に T 済みダブルにする、これ ST 済みという、ね、技です。押して、はい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 、と。で、まあ、ここで ST 済みやめて、しっかり地形を整地しながら、こんな感じ。おっと、これもう一回 ST 済みやろうとしたから、ちょっと一個ずれた。なるほどね。で、ここからトリニティですね。これもう一回トリニティ。かっこいい。で、空中で T スピンダブル作っておいて、もう一回空中で T スピンダブル作っておいて、で、さらにもう一回空中で T スピンダブル作っておいて、OK。で、ここで普通に T スピンダブルでいこう。で、こんな感じに T スピンでしっかり相手の攻撃は受けずに、搭載を当てときながら、そろそろカウンターでもいいかな。カウンターにしよっか。一回カウンターにしておいて、はい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 。まあ、バッチ数はまだそんなに25にもなってないけど。まあまだ72にいるからね。まあ、普通、まあ、普通なペースじゃないですかね。てててん、ててて、てん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 。で、ちょっととどめしに切り替えておこう。さあ、なかなか軽く来た。一回回転でさせといて、これを受けて、今狙ってる人、ちょっと、今俺のことを狙ってる人、少しだけ警戒しておきましょう。今結構火力を送ってきてたんで、もしかしたら、なかなかの猛者な可能性があるんで。はい。Tスピンシングル。おーっと言っていたが、今狙ってきた人、刺さってしまったかな。気のせいかな。まあ、とりあえず、気にせずに組んでいこう。テトリス TSD、TSD 打ってって、別の人だった可能性もあるんでね。まあ、油断はせずに、一切油断はせずに、と。まあ、TV の使って、しっかり L で屋根つけておいて、ほう。50人になった瞬間に今なんか、KO したから、なんか BGM が一瞬止まったような気がする。さて。こうして、こうして、こうして、L 置いて、S 置いて、しっかり T スピン。組んでおいて、からもう一回トリニティでいこうかな。もう一回ここでトリニティ、はい、 T スピンダブル、 T スピンダブルと。トリニティやはり美しい。トリニティね、結構ね俺使うけどね、かっこいいからね、やっぱり強いし、なんか高度でかっこいいから本当に好きだもん。でこれドネイトで T スピンダブルしといて、まあとりあえずは、おっと、とりあえずは積み込めるから大丈夫だろうと言おうとしたところにちょっと TV のとセットミを置きミスしたんで、これ一回ここで1ラインずつ削っておいて、ほいと。で、ちょっとドネイトのティスピンダブルから、どうしようかな。積み込み、まあいけるでしょう。うん、いけるね。積み込んで、積み込んで、積み込んで。はい、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 と。75、一気に溜まった。すげえ一気に溜まったわ。めちゃくちゃ一気に火力というか、バチ溜まったんですけど。これはすごい美味しいですね。あともうちょい 100% になると思うんで、とりあえずこのままどん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 火力を作っていきながら 100% に行ったらカウンターに切り替えていくという、まあ、そんな形。T スピンダブル。あんまりね、無理する必要ないんで、これペース早いんで。非常にペース的には早いんで。無理して総裁外しをして、わざわざ、少し危ない目に遭う必要はないんで。オッケー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 。あ、無難に行きましょう。TSD、TSD から、こうして、で、ここでもう一回 STSD にするか。STSD。はいと。で、ここで空中で T スピンダブル作っておいて。はい。で、これ先読み。おっと、あゆみのそんな早く行くな。ここにあゆみを入れて、これで先読みです。あゆみは今なんか、めちゃくちゃすごいことをしたんですけど。ちょっとはしゃぎすぎましたね、あゆみのが。あゆみのがめちゃくちゃはしゃいだけど。あ、ミスった。ね、まあ、一回削るか。一回これ全部削って、大見の前かな。大見の前で とりあえず削っておいて、これもう一回トリニティ体制。トリニティで、はい、T スピンダブル。まだ 100% にはならないか。まあまあまあ。とりあえず。OK、100% になったね。ここでカウンター。よしよし。比較的ペースはいいですね。TSD、テトリスと。まとめ打ちしといて、
まあちょっと下の上級はいいでしょう。十分いい。てん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 。で、先ほど言った通り、T-Spin はちょっと上、上部でやる方が、回転率上がるんで、先に T-Spin を打っといて、で、ここでセットに取っていく。はい、はいと。まあ、でもこの速さになってくると結構ソフトドロップももうすでに速いんで。まあ、そこまでめちゃくちゃ影響があるってほどではないですけど。まあ、念のためね。まあ、T-Spin シングルからセットに取っといて。おっとミスった。受けて。掘って掘って。はいはいと。で、こう T-Spin にシングルかな。シングルからちょっと、掘り優先でいきましょう。相手そんなバッチないんで。全然無理する必要ないんでね、これ。全く無理する必要はない。普通に火力を送っていけば圧倒できる。さあ、T スピンダブルから T スピンシングル、テトリスまで送りたかったら、その前に刺さると。オッケー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 。まあ、できるだけね、早めに掘っていって、T スピンダブルにできるところも、掘り重視でいた方がいいですね。全然有利なんで、こっち。変に火力を送ろうとしすぎて、まあ、相手の攻撃貫通してこっちに来ると、本当に、それだけで結構まずい状況になったりするんで。ああいうバッチ数で圧倒的に有利取れてる場合は、全く無理する必要はない。まあ、そういうところはね、ちゃんと相手画面を見ながら、状況把握しなきゃいけないのが難しいかもしんないけど。まあ、それができるようになるとね、要所要所の、その一手の質が変わってくるんで、ね、まあ、結構勝率も変わってくるんで、ね、まあ、ぜひぜひ、まあ、こういうね、判断力参考にしていってください。よしよしよ、これで12連勝かな、多分。12連勝。順チャンすぎますね。このね、やっぱり判断力こそが、もう世界一の実力なんですよね、やはりね。さあ、パフェ済み。再びパフェ済み。今回はパフが取れず。こう、こう、こう、こうと。T スピン組んでって。T スピン組んでて、ちょっと、ミスってしまったが、ここでとりあえず T スピンダブル組んで。どうしようかな、これ。黄緑一回削るか。黄緑一回削っておいて。反乱消しで削るとこ。で、まあ、しっかり操作当てて。こっから火力ですかね。で、組んで。できるだけ積み込みながら T スピンをした方が、序盤は、やはり強い。はい。で、まあ、結構狙われてるんで、そろそろ簡単にしておいて、3人、4人ぐらい。これを逆にね、ちょっと美味しくいただきましょう。狙われてるということは、逆を考えれば、かなり、バッチを稼げるチャンスとも言えますからね。しっかり、こんな感じに刺していって、どんどん稼いでいきましょう。はい。はい、はい、と。にしても結構狙われてますね。さっきよりさらに狙われてる気がするけど、まあ、それは、逆に、いただきますね。さあ、T スピンシングからエフェクトが美しいですね。さあ、こんな感じ。どんどん T スピンめちゃくちゃ組んでて。はい、はい。はい、はい、はい。T スピン地獄。はい、はい。はい。で、まあ、強気に歩みの前に積み込んでおいて、OK。あ、全然積み込める地形なんで。ここら辺も判断しながら。で、もう一回ここで T スピン組んで。で、さらに T スピンして。はい。まあ、ちょっとエルミノ見てたんで、ここはまあ無理せずに削って、はい。で、これね、まあでも、どうしようかな。一応ね、これね、入れることできるんですけど、入ることできるんですけど、まあ、ちょっと無理せずに行くか。まあ、ちょっとTミノが早めに来てれば、一応、今ね、回転入れの、Sミノの回転入れの縦置きで、面白い回転入れしてリカバリがすることできたんですけど、まあ、ちょっと、来なかったんで、さすがに、妥協して、普通に、かなり普通なリカバリーしました。さあ、ジェミの受けにするだけど、これをしっかり火力にしていきたいところ、でも難しいな、これな。この地形はちょっと難しい。ここでまあ、とりあえず T スミにはするけど、まあ、そこまでめちゃくちゃ火力でリカバリーできたというほどではなかった。まあ、普通に、
本当に普通にリカバリーしたって感じ。さあ、ティスピンダブルからティスピンダブルで、そろそろこの位置にしよっか。言うてもまあ、50人以下になって、まあ 50% 溜まってないんで、ちょっとペース的に遅れてるかなってぐらいだけど。まあそんな行った瞬間に 50% になって、さらに刺さって、まあ 50% 以上溜まったんで、これでまあ五分五分のペースぐらいになりました。結構後半から負けて、こうして、こうで、まあ、ティーミノス使ってもいいから、とりあえずディープインダブルにしておく。こう。ティーミノス使って、ドネイト。一回削るか。一回削って4列連でいこう。オッケー、75%。結構前だ。面白い、少し。もう 100% 近くなりましたね、あっという間に。あっという間に 100% 近くなった。あ、妥協しながら連発か。まあ、普通に繋げてって、100% までもう少し。これに、あの左の方が刺さってくれれば、もしかしたら行くか。ギリギリ 100% にはならなかったか。てか、バッチすらもらえたの、俺が刺したんじゃなかったのかな、今。まあ、とりあえず。まあ、とりあえず 100% までもう少しなんで。とりあえず火力を作ってって、はい、Tスピンダブル。TスピンダブルからTスピンダブルで。そして、ここで STSD。相身の横置きで STSD。TスピンダブルからTスピンダブルにして、カウンターにしてもいいかな。カウンターにしておいて、TSD。あ、もうすぐで 100% になると思うんで。おしおし、100% になった。100% になったね。ここでこのままカウンター一択。積んで、全然積み込める余裕あるんで、STSD しっかり放ってって、ああ、ちょっと、冷静に素材当てときながら、はい。こうして、まあ、変な攻撃はあんまり受けたくない。でもまあまあ狙われてるんで、ちょっとこれ素材当てておかないとダメだね。瞬間火力はちょっと怖いんで、一回素材当てといて、積みながら、いい位置形、両手を保っておきながら、はい。押して。ティースピンシングル。あ、これはね、バッチリ圧倒的有利だ。全く無理する必要はない。普通に火力を捨てるゲは、もう圧倒的有利だ。オッケー。よし。まあ、一気にね、なんか、いろんな人から狙われた時の、あの状況さえ回避できれば、まあ大丈夫だと思ってたんで、ね、しっかり、まあ、総裁分の火力を用意して、総裁して、まあ、あとは、普通にやって、刺していくと。よし、これで13連勝かな。バッチで有利取れてるのは本当に心というか、ああ、これもう、とりあえず普通にやっていけば、有利取れるなって思ってるんで。なんか、心的に楽で。自力ではもう誰にも負けてないという圧倒的なその自信があるからか。まあ、とりあえず、そのスキルとか、そういう面で負けてなければ、まあ、ほぼ確実に大丈夫だろうっていう思いがなんか、自分の中で蘇る。よし、13連勝中よ、じゅんちゃん。はい、どうもこんばんは。まあ、今日もね、99連勝目指して、やっておりまーす。よし、とどめ位置に帰って、しっかりやっていこう。間違えてターゲットを移動させてしまったけど、まあ、特に意味はないです。単純なミス。こっちスピンダブル組んで。で、ここでこう屋根つけといて、ここでティースピンダブル。ああいうね、その、屋根の付け方とか覚えてると、火力の作りやすさ変わってくるんで。で、ちょっとエルミノを気にしてしまったんで、一回この地形高くなったんで、ここで、先に打っといて、どうしようかな。ここでとりあえずティースピンダブル組んで、で、ティースピンダブル打ってから、ジェイミノで削ってティースピンダブルだな。ジェイミノでこれ3ライン形状で削ってティースピンダブルにしようと。OK。で、とりあえず火力作って、先にテトリス。まあ、今のもその、先にテトリス打っとかないと、ちょっとティーミノ、ネクストに来てる位置遅かったんで、先にテトリス打って、自分の地形を低くして、余裕を持ってからティースピンを組んだ方がいい。
さあ、ちょっと歩み伸びてきた。これは一応ティーミナ来てるから、まあ、ティフィンでいくか。ティフィンシングル。でもこんな感じに削ってって、まあ、競り上がってくるの最初遅いんで全然大丈夫です。カウンターにしとこう。まあまあ狙われてるんで、とりあえずカウンターにしておいて、はいはい。ティフィンダブル。もう一回 TSD。で、さらに TSD と。さあ、空中でもう一回 T スピンダブル、ヘッドリス。TSD で、J を置いて、ここで STSD が。STSD だったが、これむずいな。もう一回こうシングルにしてから、積み込んでいくか。シングルにしてし、もう一回シングルにして、さらに積み込みたい。ちょっとその延長に変えてもいいんだけど。あ、ちょっとあんまり自分の地形に余裕があるというほどではないんです。一回ここで、これ一個でこうしてから置いてる。これね、前回ちょっとやらかしてしまったんで。万が一あんまり、猶予ある地形じゃない時に、この道にしてしまうと、バッチがかなり持ってる人に、ターゲット行ってしまって、カウンター食らってしまう恐れがあるんで、あ、ちょっといい地形を保っといてから、あんな感じでね、この道に変更するのが、いいです。前回それでちょっとやらかしてやられてしまったっていうあれがあるんで。まあ、しっかり前回の反省を生かしながら。二度同じことはね、繰り返しちゃうなら。さて、こうしてこうしてこうして、はい、はい、はいと。まあ、ちょっと若干置き場所ミスったんですが、まあ、とりあえず、ペーチ立って、ダブルダガー。ダブルダガーで、ティスピンダブル、ティスピンダブル。OK、50% なんだな。残り50人になって 50%、まあ、普通というか、まあ、そこそこなペースかな、とりあえずは。悪くはないペース。で、ここでもダブルダガーで一回テトリスしておいて、はい。はいと。で、ここはね、欄干でいきましょう。欄干。ジェイミのかエルミのね、こう、ドネイトしてティースピン。シングルか、まあダブル組むこと。欄干っていう技術なんですけど。これはね、結構、火力作りやすいんで、欄干は覚えておいた方がいい。さあ、ティースピンダブル組んで、こっちだな。こっちでティースピンダブル組んで。あ、このちょっとした攻撃あんまり受けたくないんで、テトリス送ろうかなと思ったけど。あ、ちょっとお秘密したんで。シングルから行こう。シングルからこうして、で、ここでもう一回ダブルダガー。ダブルダガーでトリプルダガー。ティースピンダブル、ティースピンダブル、ティースピンダブル。トリプルダガーをね、こう綺麗に打ち切れるのは気持ちいいですね。しっかり操作当てて、もう一回操作当てといて、カウンターにちょっと一回しとくか。一回カウンターにしといて、操作当てて、もう一回操作当てて、はい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 、と。てててん、てててん、ててん、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 てん。で、ここでそろそろ、あー、待って、ちょっと今、余裕、自分の知見に余裕ないんで。一回受けて、オッケーオッケー。これまあ余裕できたんで、これとどめ中にしとこう。本当に自分の地形に余裕があるときに、じゃないと変な事故が起こりうるからな。あ、無難に操作やっておいて、これも無難に操作やっておいて、これドネイトができます。ドネイトでティスピンダブル。ティスピンダブルしといて、サメにペットしまで。シングルドネイト。ティースピンシングルドネイトからテトリス。ちょっと左の人から、まあまあ火力飛んできてるんで、ちょっとカウンターで、相手にも負担かけておきましょうか。なかなかコンスタントに火力を送ってきてるんで、ちょっと猛者の可能性はありますね、あれ。逆にカウンターして、まあ、相手にも攻撃を送っといて、相手に負担をかけときながら、こっちに攻撃を、こっちに送られる攻撃を減らすっていう作戦だね。やりたい放題されてるとかなり火力しちゃうんで、やっぱり。相手にも火力送ってね、3を回避する。さて、ここで4列目組んで、1回受けて、で、ね、1ラインでも受けておいて、こうかな。こうして、ティーミノでこう繋げていく選択肢。はい。はい。いやまあ、そろそろその道に切り替えておくか。オッケーオッケー。
狙ってた、俺のこと狙ってた人を刺すことができたんですけど、あ、ちょっと左下の人が、あ、バチ4つ溜まってるんで、その人がいてちょっと警戒。あの人に狙われたらちょっと警戒。狙われるかどうかの警戒。そして、受けて、押さえてといて、今狙ってる人も言うてもバッチもうすぐで結構溜まるんだよな。しかし、押さえてといて。OK, OK。まあ、こっちもバッチ4つになったんで、とりあえずは大丈夫。おっと、ミスター。はい。はい、とやって、しっかり操作やってて、オッケーオッケー。無難に削りながら。あ、無理する必要はない。しっかり削って。あとは左下の人だな、やっぱりな。あの人がバッチリ4つ持ってるから。本当にあの人だけ警戒しようと。バッチの差は怖いぞ。オッケー。あの人刺すことができたんで。これバッチ的には有利だ。オッケー。バッチで有利取れてればね、本当に落ち着けるんで、まあそれだけで、やっぱり、置きミスの頻度とかもね、変わってくるんで、少なくなってくるんで。よしよし、てか左じゃなかったか、右下か。左下って言ってたような気がする。右下の人でしたね。まあ、左と右、たまーにというか、結構間違えるんだよな、俺は。分かってはいるんだけど、なんか、脳内で、どっちが左かどっちが右かっていうのはもちろん分かってるんだけど、脳内でどうしても間違えてしまうっていう。これで、14連勝中かな。いい感じです。よしよしよし。はい、将棋のさんいらっしゃい。よーしよ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 し。いい感じだ。このまま引き続き連勝を重ねていきます。シュイー。さて、とどめ1にして。やっぱりバッチ確認重要だな。それと、本当に前回負けた反省点もしっかり活かされてるような気がする。こうして、こうして、はいはいはいと。ここは意外と T スピンダブル、綺麗に T スピンダブルになるんで、まあ、Z 自体は置き水だったんですけど、まあ、しっかりドネイトになるんで大丈夫。はいはい、こう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 、はい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 、さあ、ティースピンダブル組んで、ティースピンダブル。で、これ、ジェイミノで行こうかな。あ、いや、Z の方が後々の地形良くなるか。Z で行って、しっかりこうして、こうして、はい、はい。ここで屋根つけておいて、もう一回 Z を置いて、ティースピンダブル。で、設置まで。ティースピンダブル、ティースピンダブル。で、これタワーで行こうかな。TSD タワー。ここで一回こうやっておいて、はいはいはい。これ T スピントリプルタワー。しっかり打って、OK。テテ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 
ミス。あ、バッチはまだ何も溜まってないんですけど。まあ、序盤だからとりあえずは大丈夫だろう。はい、テトリス。テトリス TSD。テトリス TSD。OK。テトリス。TSD。テトリス TSD だった。まあいいや。言ってることでやってること違ったかもしれないけど、まあ気にせずに。TSD。T スピンダブル。T スピンダブル。まあ、大体 T スピンダブルかテトリスのどっちかやってる。これ一回削って、これ地味には軽くいけたくないんで、ここでしっかりこれで完全操作にさせておいて、まあ、今の T スピンミニでしっかりバックトゥーバック継続させておいたんで。バックトゥーバック、まあ、左に、バックトゥーバック T スピンダブルってこれ出てると思うんですけど、このバックトゥーバックっていうのは、T スピンとかテトリスを連続で打ってると、ついてくるボーナスで、まあ、それがあると、T スピンと、テトリスのね、火力が1ライン上がるっていう、ね、メリットを持っております。今これ、普通にテトリスになってると思うんだけど、
これもこの次テトリス打つと、まあ、こんな感じにバックで、テトリスバックトゥバックって出ると思う。出るんだけど、これね、1ライン分火力上がってます。ちょっと噛んじゃったんですけど。まあ、そういうことですね。はい。こうして、まあ、大身置き見せした気はしっかり大身をもう一回、もう一個置いて、テトリスのネイト。で、これでもう一回 TST タワーでいこうかな。TST タワー。はい。で、4列連打します。これ、テトリスじゃない、TST 分の素材があるんで。まあ、かなり上まで積み込んでも全然大丈夫。オッケー。まあ、仮にね、ここにめっちゃ来たとしても、あれで素材当てられるんで。で、しっかり4列連組んでって、25か。ちょっとペース的には、出遅れてる感はあるけど、まあ、ここから巻いていきましょう。あ、バッチ狙い4列でもいいけど、まあそんなに無理する必要はないよな、まだ。あ、バッチ狙いにするとね、やっぱりバッチ持ってる人にカウンターで狙われる可能性もあるんで、ちょっとリスクもある。まだそんなに無理する必要はないんで、とりあえずはこれで。もう一回4列連でいくか。4列連15。はい。しっかり、Z の上に J 立っておいて、まあ、その方が受けの広い形になる。で、連でとどめじでどんどん刺していって、もうバッチを稼いでいきたいな。とりあえず左上の人、あの人だけ警戒かな。あ、バッチ3つ稼いでるんで、俺より稼いでるんで。あの人だけちょっと警戒しとく。しっかり STSE とかも組んでたんですよ。なかなか普通に火力も作れるプレイヤーっぽいんで、まあ油断なら油断せず、さあ T スピンダブルから T スピンダブル打っていく。はい。テトリス結構刺さりそうなんだよな。バチ狙いであの人刺していい、刺しに行ってもいいかな。ちょっとでももうちょいいい地形保っとくか。結構あの人ピンチになってるっぽいんで、バチ狙いで一人見るか。あ、やべえ、ミスった、やばいやばい。その瞬間にミスるとやばい。あ、まぁちょっとやっぱり無理せずにいいか。妥協していこう。これ事故は起こると嫌なんだ。普通にとどめ位置でいこう。平常運転。あ、ペース悪くないんでね。75% なんで無理せよ、無理する必要はないよ、まさにこれ。まあ、結構左上の人、バッチ3つ持ってたと思うんで、3つ持ってるんですけど、3つ持ってて結構地形辛かったと思うんですよ。バッチ狙いして一気に火力送れば刺さったかもしんないけど、まあ、ちょっと置き水しちゃったんで、まあ、うまくできませんでした。はい。まあ、もう 75% 溜まってるから、まあ、とりあえず、普通に行けば大丈夫でしょ。あんまり無理しないの重要だからな、本当に。無理する必要のないとこで無理はしない方がいい。で、今その人が狙われたんですけど。はいはい。火力はやっぱりそこそこ送ってきます。こうして T スピンシングルから T スピンダブル。ダブルして、テトリスまで。おっと、ミスター。じゃあ、これ削っとくか。削って、テトリスの穴開けといて。はい。100% のあたりに、とりあえずカウンターでいこう。カウンターにして。カウンターになってない。まあ、冷静に、ほんとに。まあ、左上刺さった、の人が刺さった。右の人もでも意外にバチあんのか、あれ。意外にバチあるっぽい。油断しない方がいい。4つはないっぽいけど。
貫通してきた。いや、4つあるか。この火力あるっぽい。オッケーオッケー。攻撃が貫通してきたということは、相手にも攻撃が貫通してるということなんだ。その分、まあ、こっちにも火力来たけど、相手も火力一旦刺さりましたね。オッケーオッケーオッケー。まあ、今のちょっと大見を入れちゃったけど、まあ、全然掘れる地形だったんで、しかも直列で来てたんで、穴がかなり一直線で来てたんで、まあ、全然耐えられる体勢だったんで、まあ大丈夫でしょう。よし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 。これで、15連勝かな、多分。15連勝。いい感じだ。非常にいい感じ。よし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 。まあ今のところは、うん、かなりめっちゃ危ないというわけではなさそうだ。でもさっき珍しかったっすね。結構攻撃来てた時に、なかなか穴ばら、まあ穴がばらけてきてたと思うんですけど、このゲームにしては結構珍しいです。まあ最後の穴はかなり一直線で来てたと思うんですけど、まあああいう感じが本当に多いと思う。このゲームめっちゃくちゃ多いんだけど、なんか一撃、一時的になんか穴ばらで結構来てたと思うんで、なかなかないですから。このゲームに穴バラがあんなに来るの。結構珍しかったと思われる。まあ、それはさておき、引き続きこの対戦。はい。ここで先にこう組んでってから T-spin ダブルを組んでって、で、ここで空中で T-spin ダブルもう一回組んで、で、さらに空中で T-spin ダブル組んで、さらに空中で T-spin ダブルもう一回組んで、で、こうして大身を入れて、OK。ピン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 。どうしようかな、これ。削るか。アイミノが、アイミノの量が足りない、これは。一回まあ、無難に削ってって、はい。で、T スピンダブル。ドメイト T スピンダブル。あんまりでもやっぱりスキルのことをそんなめっちゃ露骨に考えようとすぎるのは、まあ逆に危なくなる可能性もあるんで、そんなに、めちゃくちゃいろんなことを考える必要はなさそうです。まあ、最重要項目は絶対に、意識するとして、で、ここをこんな感じにティースピン、トリプルの形にすると、まあ、こう、いいリカバリがね、できると。で、やっぱりね、中盤から終盤のあたりって、結構ソフトドロップの、ソフトドロップが速くなってくるんで、あんまりね、考えすぎると、逆にその、設置されてしまって事故ったりとか、変えてる間に設置されてしまうとか、結構あるかな。はい。はい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 。で、しっかりテトリス間に合って、まあ、冷静に。冷静さ、冷静さ。ああいうのでミスって、ああいうの横落ちとかしてしまうと、まあ、それだけで致命的になるんで。これはね、とりあえず、チームの矢にはつけたくないんで、こんな感じにして、ティミノリ嫌ですけど、ちょっと形悪くなる。今んとこ 25% か。まあまあまあ。ジュンちゃん。とりあえずはジュンちゃんだと思われる。ここで TST ドネイト。TST ドネイトしといて。なるほどね。しっかり間に合って。てんてんてん。まあ、間に合わせる速度は出すの重要なんです。やっぱり、要所要所速度出すのは非常に重要です。さあ、TST。どうしようかな、これ。一回削るか。一回削って、ここ T スピンダブルでしょ。タイミング使っちゃうと、ちょっと、一瞬隙出る。まあ、そんなに焦る必要はないんで、まったり行きましょう。さあ、50人になっていく。さあ、こうしてきて、こうし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 て、はい、はい、はいと。まあ、残り50人になったけど、まあ、とりあえず、とどめ打ちで良さげかな。とりあえず、とどめ打ちで、あさげかな。テトリスっといて、ここでダブルダガーに行こう。ダブルダガーにしておいて、はい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 、
いや、ハテナじゃなくてメイン。やはりね、ハテナではないんですよね、しかし。おっと、ミスター。はい。まぁ、ちょっと一回削っといて。あ、ちょっと隙があったかって知らん。また、今日も重要。はい、はい、はい。はいと。ちなみに皆さん、アサギは飲みますか？まあ、さっきアサギって言ったんですけど。アサギはね、俺はね、たまに飲むんですよ。非常に好きだわ。さあ、TSC、これ、総裁分あるから大丈夫。です。で、しっかり、めちゃくちゃ積んで OK。これは強い。どうしようかな、これバッチリやりしてもいいかな。バッチリやりしてみるか。あの人に連をちょっと直撃させて、ちょっとやってみましょう。で、ちょっとカウンターに切り替えておこう。まあ、今、連ちょっとゆっくりやってた理由は、まあ、このゲーム少し火力制限っていうのがあって、ある一定の火力まで行くと、まあ、実は言うとそれ以上火力が来ないっていう、まあ、システムがあるみたいで、なんでちょっと、ゆっくり、連を追ってたっていう、そんな感じです。あんまりその、ゴリゴリに送ってしまうと。実は言うと、それ以上ね、火力を送れないシステムになってるっぽいんだよ。こんな感じで、ちょっとディレイをかけるのが意外にいいのかもしれない。しっかり75になって、ピピシングル、シングルからここでテトリスにしていく形、回転にさせといて、オッケーオッケー、100%おいしい。うーん、一回手取りするとくか。ちょっとこれあんまり TP に組むと地形悪くなる。で、総裁外しの仮面。あの人もバッチリちょっと4つ持ってるんで。あの人だけ若干警戒する。よし。しかし、まあ問題なく普通に火力を送ってたらサスタンでまあ大丈夫と。よし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 。いい感じだ。これで16連勝かな、多分。違うかな、やべ、17か。いや、16か。やべ、わかんなくなってきた。16だと思う、たぶん。よし。引き続きやっていきましょう。よし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 。純ちゃんですね、やはりね。ちょっとなんか変な、前回にそのスキル事故で負けてしまったんで、そのスキル事故だけ、とりあえずなくして。うん。まあ、とりあえずね、自力では負けないようにはしたいんで、スキルだけ事故んないようにしとこう。さっき一瞬ね、その、バッチリアンにするかって、その上のスキルに意識が傾きすぎて、まあ、ちょっとミスったっていう展開があって、一瞬スキルできたとこあったんですけど、まあ、あれをちょっと気をつけていきたい。あんまり、変に無理しすぎない方がいいよ、やっぱり。変にいろんなことをやろうとしすぎると逆に事故ったりするんで。まあ、余裕がある範囲内で、とりあえず、スキルは選択していこうということだ。まあ、大体はいつも通りいいと思うんで。大体はまあ、いつも通りで行って、まあ、変なことね、する必要はあんまりないと思うんで、とりあえずは。まあ、ティッピンダブル打ってって、もう一回ティッピンダブル。はい。はい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 。
はい。そしてこう、こう。はい。ほい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 。これはまあ間に合わせると思う。しっかり間に合って。二人か。どうしようかな。まあカウンターでもいいんですけど、簡単にしときますか。簡単にしとこう。おっと、ミスター。これ、超ラスト。はい。ほいほいほい。で、これやって、ジェイミーの回転入れからこうでね、Tスピントリプルになってしまう。このね、美しさよ。超螺旋というかなり高度な技です。はい、はい。え、ここでもう一回さらに空中で Tスピンダブル組んでおいて、はい、Tスピンダブル、Tスピンダブル。いい感じに火力きますね。面白い。なかなかの火力だ。え、これさらに空中で Tスピンダブル組んでおいて、もう一回Tスピンダブルです。はい、はい、はい。積み込んでいって、あ、Tスピンシングルにしようかな。シングルにしといて、ここでテトリスボリに積み込む。はい。結構狙われてるんで、これまあ、稼ぐチャンスではあるな。稼ぐチャンスではあるのがちょっとやばいわ、オーディウスさ。冷静に冷静に掘ってって、はい。で、これ3位先読みなんだけど、これちょっと無理があるかな。いや、いけるな。これで、なんとかティスインが間に合う。はいはい。まあ結構オーディウス多発してしまったんで、しっかりリカバリして、ね、さらにここで取りに行っていくって。で、ここでもう一回ここで T スピンダブル組んで。で、OK。はい。はい。で、これね、どうしようかな。こうして、こうして、ここでもう一回 T スピンダブル組んでいこう。で、空中で T スピンダブル組んで、ジェイミー乗り削って T スピンダブルと。OK、OK。リカバリはいいですね。リカバリは非常にいい感じだ。まあ、歩みの使っても大丈夫だね。大丈夫です。全然使っても大丈夫。25% か。そんなちょっと言うほど稼いなかったな。もうちょいできれば稼いでいったら。しっかり当てといて。まあ、SSE いきますか。この後の地形がね、困ってるんですよね、やっぱり。SS に組むのは良かったんだけど、この後の地形がちょっと困ってたんですが、まあ、とりあえずなんとかするか、みたいな。そういう手法で組む。ここ一回削ってから CSD、入れていくんで、これ一応入るんで。ほいっと入れてって、あのね、入ってしまうんでね。ちょっと入れたかっただけ。はい、はい。どんどん T スピン組んでトリプルダガー。トリプルダガー、T スピンダブル、T スピンダブル、T スピンダブルと。組んで、組みまくって、まあ、ジェイミーの置きミスした。ジェイミーの置きミスしたんで、ちょっと一回ここら辺で削っておいて、総裁を当てたいね、これ。と思ったけど、相手から火力来なかったんで。まあ、そのまま行こう。危ない時は確実に総裁当てていきたいんで。まあ、総裁を当てる構えも取ってたんですが、まあ、何も来なかったんで、スーベルと。で、カウンター、とどめ打ちにしとこうかな。ちょっと余裕持っといて。自分の付け人で余裕持っといて、これとどめ打ちに行くかよ。で、テトリスにして、シャチクトレインで T スピンダブル。からもう一回 T スピンダブルでいくか。もう一回 T スピンダブル。そして階段のドネイトで T スピンダブル。え、セットですね。STSD から4列連でいきます。STSD で T スピンダブル、T スピンダブル打ってから4列連入って、はい、はい、はい。どうしようかな。まあ、積み込めるでしょう。積み込んでって。OK。こんな感じで、種6の連。種6の連組んでって。これでそろそろバッチ100になるかな、どうかな、ぐらいには思ってる。あんま漏れなかった。あんま漏れなかった。倒してもあんま漏れない。肩を二人倒しました。
マッチ数がそんなにない方を倒してしまった。オッケー、ここで100になった。これカウンターにしてって。終盤はちょっとトリニティでは、まあ、若干リスクあるんで、確実に綺麗に組めるところだけで組んでいこう。はい、テトリス、テトリス、ディープインダブル。で、これ TST 組んでいって、しっかり効率よく TST。しっかり3ライケーションいってって、ディープインダブル、テトリスまでと。4列連でもいいが、どうしようか。4列連行くか。おーっと、ミスった。OK。よし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 。いい感じの TST です。まあ、ああいう風に全然、TST 組めるところ全然組んでいっていいんで。まあでも、即座に組めるところじゃないと、ああいう終盤はね、万が一、地形が乱れた瞬間に火力がボーンって一気に来ると、危ないんです。まあ、確実に綺麗に歩みの横置きまでして、TST にトリプルを。確実に打てる状態を、頭の中でインプットしてから組んでいかないとね、危ないんですよ。まあ、ちゃんと、そこはね、意識できてたんで、いい感じだ。よし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 。これで17連勝ですかね。17連勝かな、多分。ん？うん。いや、18か。やべえ、わかんなくなった。もうわかんない。18。多分18。俺の予想18。よし、これでいきます。ぐだぐだ。さて。とりあえず TSP ダブル。開幕 TSP。おっと、セレミスター。アイミノミスったから、ちょっと。このアイミノのミスはない予定だったんで。続けざまにエルミノミスってしまったんで。って感じだね。さし、今とりあえずリカバリしといて、どうしようかな、この後。とりあえず、チーミノ入れといて、で、タワーの先読みしといて、オッケーオッケー。これ、テトリス打った後で。TST タワーになる。火力が来ても全然 TST タワーで相殺が可能。あ、ちょっとランダムしてた。やべ。久々にこれミスったな。久々にこれランダムしてたけど、まあ、しっかり、なんとか解除して、オッケーオッケー。まあ、コメントでも結構ランダムできてそうだな。わかんない。ランダム、ランダム。かもしれない。はい、はい。ほい、ほい、ほいと。ディスインダブルってなんで、ディスインダブル。めちゃくちゃ積んで、めちゃくちゃめちゃくちゃ積んで、はい、はい、はい。ほい、ほい、ほい、ほいと。これ Z でシングルから大身の入れて、セットに全勝。ジェミノとか先に来てたら、もう一回回転させて、ジェミノで、回転させて、まあ、テトリスボリューしてたと思うんだけど。まあ今のは大身の方がいい。え、ダブルダガー。やはりダブルダガーは強い。は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 い。こうして、こうしてこうな。で、これ入れて、で、さらに空中でもう一回TSP ダブルしといて、はい。ほいっと。ほいっと。全部火力相殺してますよ。何もかもすべて火力は相殺します。何もかも相殺します。はい。で、これハンバーグでいきましょう。ハンバーグ。しっかり操作やっておいて、しっかり操作やっておいて、しっかり操作やっておいて、OK。変な攻撃はあまり受けず、何もかも操作。はい、残り50人。またなったな、これ。残り50人になる瞬間にさ、誰かが、ブーンブーンって、撃墜されるとさ、一瞬 BGM 止まるよね。それが結構面白い。序盤もね、なった気がするんだよ、これ。気のせいかなと思ったら気のせいではなかったみたい。2回連続になるってことは絶対気のせいじゃない。さあ、こうしてって、トリンティで行こうかな。トリンティの先読み。はい。
こうして、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 もう一回行きましょう。はい。で、これでさらに、おっと、違かった。ん？何が違った？回転ミスったのか、ちょっと、形が違ったのか。わからないですが、まあ、とりあえず回転入れさせて、リカバリしといて。はい。どんどんどん、組んで、組んで、組んで、ここで組んで、ティスピンダブル。もう一回ティスピンダブル。丈夫でな、やはりティスピンダブルは強い。あ、どん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 刺していき、いい感じ。はい、テトリス、ティスピンダブル、テトリス。ロケット弾ではない。いい感じだ。こうして、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 ほい。ほい。ほい、ティースピンダブル組んで。ティースピンダブル。これ合わせて先読みになってるんで。はい。で、もう一回ダブルダガーにしといて、さらにこうして、STMB テーブルにもしておいて。STMB テーブルでティースピンダブル打ってから、さらにティースピンダブル打って、そしてまたさらにティースピンダブル。もう、ティースピンダブル地獄。はい。オートミスター。はい、整地させておいて、タワーで行こう。DSD タワー。あー、これちょっとラインミスター。そうだね。むずいね、これね。とりあえずこんなもんかな。とりあえずこんなもんでリカバリしといて、こう。はい。まあ、本当に普通のリカバリな。本当に普通のリカバリー。一回ちょっとこれ繋いときましょう。繋いといてカウンターにしといて。OK。で、ここから4列でいこう。とどめ位置からちょっと変えたから、一気にターゲットがいなくなりました。てんてん。てんてんてん。てん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 。はい、こうして、こうして。どうしましょう。一気に火力きた。一回総裁とこうか。左に総裁とるより、まあバッチは100なんで、あとはまあ普通に行こう。左側の人もバッチちょっと100になって狙われてるんで、そこだけ警戒かな。まあ無理せずに総裁完全当てといて。オッケーオッケー。おっと3人全員刺さっていく。気持ちいい。こっから連でちょっと刺していきましょうって言おうとした瞬間に、一気に3人刺されました。これは気持ちがいい。よし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 。これで、19連勝ですか多分。いい感じですね。いい感じすぎる。ふん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 。じゅんちゃんじゅんちゃん。次で多分20だと思うんだけど、合ってるかな？微妙かもしれない。俺多分合ってると思うんだよ。今回合ってるような気がする。よし、さ、しっかりとマッチングして、まずはとどめ一忘れないようにしよう。さっきね、ランダムの忘れちゃったんで、とりあえずとどめ一をね、忘れないようにしていきます。はい、こんばんは。よし、とどめ一にして、まあ、今日もね、今日とて、連勝企画をやっておりますと。ミスった。こうして多めのディアンヌつけて、ティスピンダブル。ティスピンダブル、リカバリー。で、こうして、こうして、こっちディアンヌつけて、ティスピンダブルと。なるほどね。まあ、これもしっかり操作やってみましょう。二人か。どうしよっかな。とりあえず操作当てといて、めっちゃピカ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 光ってて眩しいですね。はい。はい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 。で、ここで空中でティースピンダブルしといて、さらに空中でティースピンダブル。さらに空中でティースピンダブル。おい。おいだわ。美しくティースピンを組んでいく。はい。
で、トリニティです。トリニティ。これはさすがに普通に行こう。てん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 。ワンチャンパフェはないか、さすがにないかと思いきやあるんですよね。これがやはり見えてしまうと。なんとなく地形的にパフェあるかなって思って、組んでみたんですけど、やはりやりました、ね。はい。途中パフェを組んでいく。組んでいくというか、取っていく。美しいですね。こう、T スピンダブル組んで、タワーにしようと思ったけど、ちょっと、あれなんで、形合わないんで、普通に、まとめ打ちというか、積み込みでいこうとしたんですが、お気に入りしたくんで、ちょっとリカバリしといて、はい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 、と。まあ、アイム使っても大丈夫。こうだな。で、ここでさらにダブルダウナーにしといて、はい。で、テトリスでもう一回さらに空中でティッピンダブルを組みます。で、ここでキングクリムゾンです。キングクリムゾンでティッピン、トリプル、ティッピンダブル、ティッピンダブルの形。で、さらにもう一回空中でティッピンダブルを組みます。こうして TST ドネイト、ここで TST ドネイトを組んでいき、でさらに T スピンダブル、T スピンダブルとコードにね、ただひたすらコードにいろんなことものを組んでいく、まあ、芸術ですよね、やはり。さあ、ちょっとお気に入りしたんで、これ回転にさせておいて、はいはい、ああいうね、TST のね、ドネイトができます。はいはいはいと。で、50パーになった。まあ、まだこの道でとりあえずいいでしょう。ダブルダガー、ダブルダガーでしっかり後輩当てときながら、ティスピンダブル、ティスピンダブルまで。で、ドネイトを見てます。Z ミノでドネイトしっかりティスピンダブル。あんまりこういう顔にき、ね、受けたくないんで、しっかり後輩を当てときながら、ここでトリニティを組んでって、ティスピンダブル、ティスピンダブル、ティスピンダブルの形。はい、はい。はい。はいと。もう早口すぎて、もう何を言ってんのかわかんないみたいな人もいるかもしれないけど。あ、ちょっと用語をね、解説しますね。あ、こうしてって、カウンターもいいかなって思ってるが、どうしよう。カウンターにちょっと一回しとくか。カウンターに一回しといて、はい、ティースピンダブル。ティースピンダブルからもう一回ティースピンダブル。はい。はい。はいはい。ミスター。これはね、これゾーミノでこうしといて、上でティースピンダブルでリカバリー。はいはい。で、これちょっと火力かなり来たんで、一回操作やってといて。大ミノで屋根つけた方がいいかな。エルミノで屋根つけるよりは大ミノで屋根をつけておいて。はい。ファイト。で、確実に操作やってて。積み込んで、積み込んで、はい。はい、TSD。100% になったら、もうこのままカウンター1着でいきます。テトリス、TSD。TSD、STSD の先読みをしておいて、ここでこう。T スピンダブル、T スピンダブルの STSD 放って、ちょっとレンチクリップだ。レンチクリって、羽5。羽5はさすがに繋がりづらいぞ。さすがにちょっと繋がりづらい。むずいっすね、これね。とりあえずこんな感じにして、実質羽さんみたいな形にしておくが、むずい。ティーミノまで。羽5はやはり結構繋がりづらいっすね、形的に。そして、こうして、TSD。はい。まあ、こういうね、組み方があります。一回蹴るとこ。はい。一回蹴っといて、入れとこう、これ。入れといて、はい。
はい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 。シンドリにしといて、はい、オッケー。あ、これでいい地形保ってた。ここからもうどん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 軽くでカウンターのままでいいんだ。4列でいこうかな。テトリスの総裁分があるんでかなり積み込める。オッケーオッケー、しっかり積み込んでって連で今狙ってる人をカウンターで刺していきたいね。あ、少しディレイかけながら送ってって、オッケー。でもう一回連でいこう。あ、バッチも超圧倒的有利なんだよ。あ、これディレイかけながら連で、これ決まるかな。これで決まるかは微妙だけど、まあ、決まんなかったらもう一回連組でいいよ。 OK、 しっかり火力制限を意識したちょっとディレイをかけた連で、もうめちゃくちゃ積み込むかも。積み込みまくって OK、 これでさすがに決まるでしょうと。決まるでしょう、相川翔って感じだからね。 OK やはり決まったと。よし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 、武田ではない。うーし、まあ、やはり決まっていくんですよね。これがこれで20連勝中かな。20連勝中おそらく。いや、ハテナではないんですよね、やはりね。それでもしかしやはりハテナではないと、ああいうことですからね。まあ、ハでもなくてね。面白い。よし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 、負けねえぞ俺は、そう簡単には。さて何連勝までやろうかな、次のランクが上がるまでにしようかなとか、ちょっといろいろ迷ってはいますが、とりあえずノリで決めていこうかな。ノリと気分、あ、結構俺気分嫌なところあるんで、ノリと気分で決めていこうかなと思います。さてこうしてって、はい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 、溜めて溜めて溜めて、あんまりやりすぎると、まあ、ちょっと事故る危険性もあるんで、まあ、ちょっと妥協しながら、少し妥協しながら行って、はい。まあ、その位置に変えてあるんで大丈夫。で、ちょっと相手の積みをちょっと把握をしていきましょうか。とりあえず、連組んでる人はいなさそうかな。とりあえず連組んでる人はいないんで、なるほどねって感じ。はい、こうしてこうかな、こうつなげていこう。でてん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 、さあ結構狙われた。よし、一人刺していけばバッチリゲット。バッチゲットだぜって感じだね。さあこうして、はい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 、積んで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 、いや、はてなじゃなくてね、やはりね、これでも何でもかんでもはてなではないんですよね。さあ、テトリスから、T スピンダブル組んでて。ちょっと中開けチェックに行こうかな。中開け連でいいわ。あの、ちょっと地味な攻撃受けたくないんで、一回これ操作やっといて。ちゃっかり操作当てといて、はい。どうしようかな。こうして、こうして、こうして、こう。はい。これ中開け連っていうね。積み方の一つで、これ結構強くて、てか相当強くて、中開け4列連、これ左右がね、どれだけ高くなっても、この真ん中が刺さらなければ、ね、あの、致命判定になんないんですよ。それがね、この積み方の非常に強いところ。しっかり全部繋いで、繋いで、はい。はいだ。はい。はい。あー強すぎ。あー強すぎ。気持ちいい、これ。18連パフェ、おらーしかもそれで一人触ったし。いやー、今のは、
やばいですね。これはもう脳汁が出るわ、今。レンが繋がった状態でのあの、しかも2ライン消しのパフェというね。もう美しいって言ったらありゃしねえわ。綺麗すぎて。やばいっすね。何も言葉出なかったけど。語彙力のなさが。あ、しっかり、もう一回4列目で、50% か。50%、75% 近い 50%。まあ、近くはないけど。とりあえず、こうして、こうして、はい、はいと。バッチ3つ、あ、ミスか。バッチ3つ持ってる人が、左側にいます。あの人ちょっと警戒しとこう。右側だ。右側にいます。右の真ん中あたり。これも一回ちょっとこういう攻撃受けたくないんで、きっちり完全装填させておいて、あの人だけとりあえず警戒はしておいて、それ以外は特には警戒する人はいないから、バチ的にはね。3個近い人がいるんだよ。だいたい俺と同じぐらいか。てんてんてん。ちょっと連でいこう。連食いまくって。はい。ギリギリまで踏んでって。しっかり繋いでいきましょう。T ミノ、O ミノ、S ミノ、O ミノ、L ミノ、Z ミノ。Z ミノ、T ミノ。T ミノ、J ミノ、I ミノ、Z ミノ、T ミノ、I ミノ、J ミノ、S ミノ、TA ミノ、Z ミノか。J ミノ、Z ミノ。いや、L ミノから行った方が繋がるな。こっからこう行って、こう行こう。しっかり繋いでって。で、これ先を見といて、T スピンシングル。3ライン消し、T スピンシングル。と、ね、打って。どうしましょう、これ。一回ちょっと溜めとくか。溜めて削って、OK。そろそろカウンターにしてもいいかな。75% 結構ペース的には良さそうなんで。とりあえずここで積んで積んで、もう一回4列で行こう。あ、総裁分の火力がね、一つだけあるんで。あ、綺麗に綺麗に積んで。こうした方が繋がるかな。SZ多いんだよな、でも。SZ 多いからちょっと繋がらず。まあ、種さんのね、種さんの連っていうのは結構 SZ が多いと。結構繋がりづらいという、まあ、デメリットはあるんですけど。まあ、あんまりないんでね。まあ、そこは割り切っていいかな、とりあえず。で、もう一回連組んでいって。しっかり連のね、いろんな繋ぎ方の。ルートを見せましょう。まあ、連は連でもね、結構意外に、そんなに簡単なことではないんで。結構繋ぎ方とかいろいろあるんで。ここで一回途切らしとくか。途切らしといて。こうして、こうして、送る。で、はい。あいみょん入るか、これ。ああ、入んねん。しっかりこうして、こうして。はい。はい。もう一回4列行くか。もう一回4列行きましょうか。しっかり平らに積んで、積んで、積んで。まあ、こんなもんかな。とりあえずこんなもんで、カウンターにしとこう。しっかりカウンターにしておいて、まあ、ちょっとディレイかけながら念をやって。あの人でも結構バチ持ってるからな。油断はならない。いけて、T スピンダブル、テトリス。オッケー。うーし。さ、しっかりと刺していくと。あーし。あっちで有利だったからね。まあ、結構相手を持ってたけどな。4列連の繋い方。4列連やっぱ強いですね。特にあの、総裁分の火力、まあ、T スピンダブルか。テトリスのあの、総裁分の火力1回分ね、用意しておくと、本当に好きなく、4列、もう好きで、あの、好きな放題ね、組めるんで。やりたい放題組めるんで。そこが強いよなぁ。ただ単の4列連だと、組んでる途中にもう、速攻で火力来て、その瞬間に消す場所が何もないと、
てか繋がらないと、差し切られてしまうっていうことが、まあ、結構あるんですよね。特に終盤だと。なんで終盤はね、総裁の火力を用意しながら4連戦を取るのは非常に強いと。さあ、まずは、連戦にとどめ1にしてきて、これで21連勝かな。21連勝のはず。おっと、ミスター。はい。あ、いきなり火力いきましたが、これはまあ、普通に無視で。こうして、こうして、歩みの入れよう。歩みのそこに入れて、まあ、種4なんで、とりあえず、種はね、意外に繋がりやすいんで。どうしよう。むずいな、でもこれ。こうして、こうね。こうして、こうして、こうして、こうね。まあ、こんな感じに、本当は種3か種6が一番繋がりやすいんですけど、種4はマジで意外と繋がる。こう、こう、ちょっとこれ、あれだな、ミスったな。種の付け方を間違えてしまったんですけど。まあ、とりあえずこれでいいだろう。種6にしといて。はい。どんどん連で刺していこう。さあ、1連ずつ全部繋いで、次のジェイミの前、ジェイミの前繋いで、こっから普通に行こう。ダブルダガー、ダブルダガー組んでて、はい。STSD。STSD でスーパー T スピンダブル。T スピンダブルから T スピンダブルの形。STSD は本当にね、よく出るんでね。これは絶対に覚えた方がいいテンプレの人って。よく使うし、よく出るし。たくさん本当に使いどころがありすぎる。そして、TZ。まあ、ダブルダガーもですね。ダブルダガーも本当に活用性高いテンプレなんで。マジで強い、これ。間違えた、これ。ちょっとミスってしまったんで、一回削ってって。から仕切り直し。さあ、一気に火力来た。左下の人かな、今、火力送ってきた。右下です。なんか左と右間違えんだろ。さあ、ここで結構狙われたんで、そろそろカウンターにしておいて、まあ、冷静に操作やっていきましょう。冷静に冷静に。まあ、結構狙われてるときは、一ライン消してでも、操作が結構当てられるんで、あんまり無理して火力で操作をする必要はないんで、狙われてる分、操作の火力の分はでかくなるんで、だから今、一ライン消してでも結構削れたって感じで。これ、テトリス用意しといて OK。で、ここから連4列目。つなげて、はい、ここまで。ミスター。ミスった、ミスった。ミスター D って感じだったが、こうして、こうして、はい、はい、はい。OSZJ。JLTO TJISZ と Z まで。いや、おい、つなげなくていいや。いや、ハテナではないんですよね、やはり。ハテナじゃないんですよね、しかしね。こうして、こうして、はい。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 もうみんなと。もう一回連でいこう。ゴリゴリ連で。ちょっとこれ、総裁当てといて。こういうね、地味な攻撃受けたくない。一回総裁ちゃんと当てといて。当てといてから。これ、連発火するじゃん。リミノじゃん。リミノじゃん。アイムのじゃん。ジェイムのじゃん。オウムのじゃん。ゲームのじゃん。ジェイムのじゃん。オウムのじゃん。アイムのじゃん。デッドミノじゃん。繋がらないじゃん。ダメだ。カンクロー戦法はダメだ。カンクロー戦法はちょっと、
あんまり強くない。意味がわからないね。こうして、はい。はい、はい、はい。TP シングルから行こう。シングルから、こうしといて。これね、こうしてね、TP トリプルになる。で、TD アタックになる。ディン、ディン。バッチで、OK、100になったね。このままカウンターで行きましょうと。シングルでしょ。バッチリは別に不利ではない。まあ、まったりまったり。まったり行きましょう。はい、こうして。DT 法の先読み。そこ強気に操作していこうかな。って思ったけど、相手の回復来るの結構そんな早くなかった。あの人も言うてもバッチは4つはないんでね。まあ、有利なんで。そのまま普通に軽く送っていきましょう。無理して総裁外しとかする必要はない。とりあえず相手の攻撃に総裁を当てとけば、相手に攻撃が返る。それだけで相手に、競り上がりの硬直時間発生させられる。まあ、こんな感じで、今、攻撃送られたんですよ。まあ、こんな感じで返して、相手に競り上がりの分のね、時間を削れるので。それだけでも非常に強い。総裁当てた方がむしろ強いのかもしれないね。こっちで防御しつつ、相手に、時間を奪えるんで。バチで有利な場面の時はね。よしよしよし。これで、22連勝かな。22連勝ですかね、多分。よーし。でまったく危なげなく、しっかりと勝っていくと。まあ、これがね、やはりね、世界一の実力のプレイングなんですわ。世界一は、そうそうは負けない、俺は。よしな、この道にしとこう。この道にしといて。DT 砲かな。開幕の LJ が早いときは、まあ、大体 DT 砲組む。DT 砲組んでて。はい。はい、おっと。しかしちょっと DT 砲見つけてしまった。ディン、ディン、インペニにして、これ入れますか。ほい、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 ほい。まあ、ちょっとハイルアピールをしときながらしっかり入れて、チームの屋根つけるの嫌だな。まあいいや。しっかり全部こうやっといて、まあ、ちょっとL 見せちゃったんで、ちょっと妥協していこう。一回妥協して連でいきます。妥協連。まあ、そこそこ繋がると思うんで、まあ、十分強い。12年まで。まあ、そこから12年まで繋がるんで。妥協の連。妥協して、ま、T スピンにはせずに連にする判断も非常に強いと。なんとなく掘れそうだなっていう形わかる。と、超らせるって。はい。ちょっとエルミノとジェミノ勘違いして一回分無駄にしちゃったんですが。まあ、超螺旋というね、やはり高度な和技術で。高度な和技術で。噛んじゃったけど。ね、ジェミノのヒュイヒュイヒュイって回転入れから、Tスピントリプルを組んでいくと。あれね、たまに使えるんで。お秘密のリカバリとか、まあ、たまに普通に組んでても使えるんですよ。まあ、一応覚えておきましょう。はい。おっしゃって。まあ、結構、あれ攻撃来てるんでカウンターにしとこう。カウンター忘れてたわ。カウンター君の存在をちょっと忘れていたが、シングルから、こうしてこうしてこうして、とりあえずテトリスにしておいて、金の根屋根つけて、下穴を開けておいて、はい。で、STSD 入れてます。STSD からワンチャン中開き行こうかな。トリニティ行くんで、中開けチェックに行ってもいい。ちょっとこれ、愛美の不足ですね、しかし。ちょっと愛不足。先読みしといて、この愛美を突っ込んで。
はい、ね、はいだわ。まぁ、ちょっと削って整地させながらしっかり中開けを組んでいこう。ほう。まあ、どれだけ火力来てもね、中開けは絶対に刺さんないね、これ。ここの真ん中が全部せり上がらない限りは刺さんない。全然、危なくないんですよね、これ。こうして、バッチ的にはそんなに俺稼いでないんだけど。もう一回中開けでいくか。一回ここで途切らせておいて。どうしようかな。一回削って。はい。いや、とどめ位置にしといた方がいい。カウンターにしたのちょっと忘れてた。で、Z までとりあえず繋いでといて、で、もう一回、こっからもう一回、中開けでいこう。はい、ファイト。こうして、こうして、こうして。ちょっと、ディレイかけてか。ディレイかけといて。はい。ほいと。で、もう一回積み込んでいこう。あ、無難に操作やってといて。OK。50パンになった。ちょっと中開けでいくか。今回は中開けでいこう。久々に中開けをこんなに組んだ気がする。一回操作やってといてよ。もう一回操作やってといてよ。あんまり変な攻撃を受けたくないんです。で、操作やってて、OK。カウンターで返り討ちにしていこう。はい。中開けの気分、久々に。まあ、たまにはね、こういう中開けをね、組んでもいいんじゃないかなと。あんまり俺組まないんで。これ種ミスったけど、種読んだからね、まあ、一応繋がる可能性は十分にあるんだけど、むずいな。この手の種はむずい。うん、難しいですね。繋ぎ方が難しい。これは一応繋がると思うけど。はい。はい。バチ狙いにしていいかな。バチ狙いにするか。あの、バチ4つ持ってる人いるんで、ちょっとその人狙おう。あ、ちょっとバチがね、75しかないんで、ここでちょっと警戒だな。これちょっと中開けやめて普通に積みでいこう。オッケー。あのバッジの人もらえたのはでかい。はい。いただきました。見事にバッジ狙いが噛み合いました。で、これしっかりカウンターにしといて。バッジ狙い4列目もやっぱ強そうだな、普通に。はい。はい、受けて。右側の人もでも言うてバッチ4つあんのか、あれ。4つあるっぽいな。油断は気持ちいいですよ。ジェミノがなかなか入ってくれなかった。面白い。立てといて、こうだな。これレンズ投げて。まあ、あの人はバッチ本当に 50% もないんで。これはもうこの連で。まあ、ほぼ 100% 刺さるでしょう。さすがに。さすがにこれを送れば刺さるでしょうと。うん。
さすがに無理ですね。このパッチ数でこのレオンを組まれたら、さすがにあれで生きたら相当すごい。し。これ68ランクの人でしたかね、多分。俺が指した人違うかな。さて、これで、23連勝かな、多分。23連勝、おそらく。よし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 。いい感じ、いい感じ。いい感じに連勝が継続されておるぞ。さて、まあ、引き続きね、連勝を目指してやっていきましょうか。ぷよの連勝数、24。24、まあ、ぷよは、その、2424って24の意味なんだけど、ぷよの連勝数24で終わらせるのもありだし、その次のランクアップまでやるのもありだし、キリがよく30とかまでやるのもありだし、どうしようかな。あ、ちょっとそこは俺のノリと気分で考えておこう。さあ、しっかりとどめ位置にしておいて。押して、はい、はいと。あんまりね、もうちょい詰めるとは思うんだけど、ちょっとあんまり無理しても、無理するところじゃないんで、序盤は。妥協しながら行きましょう。とりあえず左の真ん中あたりの人が、なんか、若干4列連チックっぽいのを組んでたが、4列連ではなさそう。まあ、ちょっと相手の情報を確認しながら。とりあえず露骨に4列を組んでる人はいなさそうな気はする。これ妥協して、こうして。まあ、素材当てて、まあ、普通に火力を作っていきましょう、いえ。てってってん、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 てってってん。ほい。ほい。ほい、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 ほい。ほい、ほいと。はい。TSG でダブルダガーで T スピンダブル T スピンダブルと T スピンダブル T スピンダブルでさらに空中でここで T スピンダブルしてってさらにダブルダガーダブルダガー T スピンダブルテトリス T スピンダブル。はい。で、STA3 で行きましょう。STA3 サイン、火力作って、T スピンダブル、T スピンダブル、テトリスと。まあ、テトリスは打ち切らずに、ちょっと溜め込みながら、火力を溜めながら行きましょう。シングルから大身を入れて、テトリスかな。これの方が火力効率的に多分いいんで。でん。ほい。まあ、結構狙われてるんで、カウンターも視野に入れてはいるが、どうしようかな。いや、まだいいな。まだいいと思われるが、どうしよう。いや、やっぱカウンターでしょ、これ。あ、そこそこ火力来てる。カウンターでもいい。はい、はい、はいと。で、ここで、こんな感じに綺麗に T スピンダブルドネイトになる。こう、こうやってね、綺麗になんかドネイトすると美しいですよね、やっぱりね。ちゃんとラインを合わせて、ドネイトしてる感じが美しい。はい、はい、はいと、おい、おい。おい、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 ポリティ、おい、おい。で、こうしてって、で、さらにここで空中でティスピンダブル組んできた方がちょっとジェイミーミスター。これはね、一応 STSD にはなる。で、この後どうしようかって思ってるんだけど、こうして、まあ、こうして蹴って、普通にこれでいいか。こっちだな。で、T スピンダブルでもう一回さらに T スピンダブル組んでいって。もう一回さらに T スピンダブル。で、さらにもう一回さらに T スピンダブル。もう T スピンダブルの、ね、バーゲンセールよ。T スピンダブルのバーゲンセール。
おい。ちょっとカウンターに吸い立ってきすぎたけど。まあ、これ、とどめ一に切り替えておいて。まあ、地形には、自分の地形にはある程度余裕ある。まあ、大丈夫。はい、テトリス。テトリス TSE。テトリス TSE で、ミスった。はい。おい、おい、おい。とりあえず一回ティスピンシングルにしようか。ティスピンシングルにしておいて、一回ティスピンダブルにする。もう一回ティスピンダブルにして、ここに削ってから行こう。ピン、ピン、ピン、ピン。はい、はい、はい、はい。これも普通に火力でティースピンダブルしようと思って、危ない危ない危ない。乗るか、これ。面白いよ、乗らないかなと思ったら最後に乗ったわ。なかなか奇妙な動きしました。なかなか面白いよ。死に物ぐらいでやったら登ったわ。あー、登んねえかって、ちょっと内緒思ってたよ。さて、テトリスって、今の動きは面白いですね。テトリミの分頑張ってくれた。はい、ティースピンダブル、タネにティースピンダブル。タネにダブルダガーでティースピンダブルしといて。はい。ジェミの屋根で再びティースピンダブル。エスミの屋根でティースピンダブル。もう一回これ。先ほど同様ダブルダガーでティースピンダブル。もう一回ティースピンダブル。こうして、こうして、こうして。はい、はい。もうダブルダガー地獄。究極ダブルダガー地獄。これドネイトして、ティースピンダブル。はい。まぁ、あ、ちょっと一回軽くしたんで、素材セットして、素材で解きながら、ここで、大緑屋根つけといて、こうして、ティースピンダブル。半永久的にティースピンダブルを打っておこう。で、今空中で行きますよ。空中でティースピンダブルを組んでいって、もう一回空中で行こうかな。もう一回空中でティースピンダブルを組んでいって、はい、はい、はい。自由自在。やりたい放題だ。はい。はい、はい、はい。一回テトリス。ちょっと置き見せしたいけど、これ全然大丈夫。押して、削って、押して。ちょっとね、バツ数が少ないんだよな。バツ数が少ないのが気になるところではあるが。左の上の人と左下の人が結構バツ持ってるんで。この人たちだけ警戒かな。とりあえず。一回受けて。まあ、でも 100% の人はとりあえずはいないんで。まあ今のところは5分か。とりあえずは5分。はい、TSE、TSE、テトリス。はい、はい、はい。一回削っとくか。削って、こうして、燃料を。OK、100% になったね、カウンターをしといて。まあ無難に削って。はい、OK。あの人は刺すことができれば、もう圧倒的有利。バッチリ有利なんです。あとはまあ無難に火力を振ってって、この4列線で刺しに行きましょう。オッケー。しというわけで、これで多分24連勝かな。どうしようかな。経験値あとどれくらいだ？あ、いや、結構あるな。あ、半分以上あるのか。74ランクアップしてから、まあまあやったかなと思ったけど、意外にまだ半分しか経験値溜まってないですね、あの右上。あと1万6000。1万6000じゃない、あと8000か。あるんで。よーし、じゃあ24連勝だと思うんで、多分。今日はこの辺でしときましょうかね。24っていうのはあの、ぷよって意味で。ぷよぷよの意味なんでね。ぷよぷよのプロゲーマーもやってますんで。ちょっとその数字をね、ちょっとこだわりがあるんで。戦績は、518回やって、483回1位取ってますね。よしよし、勝率 93%。4%、4% 言ってないか。3% 以上。ね、順調に、ね、全勝で、まあ今日は勝ち切っていったと。
というわけで、今日はこんなところで終わっていきましょう。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。